純真会は、1862年11月28日に、ベルギーのマリーヌ・ヒロツカサ教区の教区主催であった、テオフィロ・ベルビストによって創設された、カトリック男子修道会。ラテン語名称の原理は、マリアの汚れなきお心である。発祥の地である、ブリュッセル郊外のアンデルレヒトのスクートから、スクート会とも呼ばれていた。初期は、中国、ベルギー領、コンゴ、フィリピン。 インドネシアでそれぞれ活動を開始した。第二次世界大戦後、世界情勢の変化に伴い、ベルギーやオランダなどの会員増加によって、会の活動が日本をはじめ、アフリカ、アジア、北中南米に拡大している。1957年の総会においては、国籍や人種を問わず、現地の若者が入会できるような体制が整えられた。 日本管区本部日本においては1948年から福音宣教活動を開始。宗教法人カトリック巡進会として日本管区本部を兵庫県姫路市に置き、現在、ベルギー、オランダ、コンゴ民主共和国、フィリピン、インドネシアからの宣教師が大阪、広島、東京などの様々な教区で活動している。オリエンス宗教研究所は、 純真会に所属する研究出版組織であり、日本のカトリック教会で共通して用いられているリーフレット聖書と天礼などの出版物でよく知られている。ジェリー神父様からの挨拶、カトリック、赤カ教会、赤カ2011年6月。 h t t p w w w c a t h o l i c a k a s h i j p k a n t o g e n 2 0 1 0 6 h t m l ありがとうございます。